X-5 可変翼の多重露出可変翼とは、飛行機において、その翼を、航空力学的な特性から見て、翼平面型が異なるタイプに属すると言えるほどに、飛行中に変形させられる機構を持った翼のことで、特に主翼について言う。交体角を変化させるものが多いが、翼端を折り下げて、アスペクト比の変化を狙ったものもある。可変翼を有する気を可変翼機という。 英語では、スイングウィングなどというほか、直訳すると、可変形状翼となる、ベリアブルジオメトリーウィングという表現もあり、VG 翼、VG 翼機などとも言う。可変翼機は、低速から高速まで、低い空気抵抗と、適切な揚力を得ることができるが、機構が複雑であることによってその効果以上に、設計から製造、メンテナンスに至るまで効果になることから、 実験機以外で時、運用に供されたモデルは軍用機のみである。可変翼主翼の高体格は低速巡航時や離着陸時には高い揚力が必要となり、翼腹荷重が低いことが望ましく、高速時には空気抵抗を減少させるために翼腹が小さい方が都合が良い。飛行中に高体格、ひいては翼腹を変化させることができるならば、どの速度領域においても、 低い空気抵抗と適切な揚力を得ることができるようになる。通常の航空機では主翼の交代角を変化させることはできないため、可変翼を実現させるにあたっては特別な機構が必要となる。可変翼の機構としては、黎明機には胴体内にレールを設け、翼根を前後に動かすことによって角度を変更するものであったが、後に胴体、または主翼の途中にピボットを設け、 そこより外側の主翼を動かすものとなった。ただし気候は重く複雑、高価なものとなり、その重量は航空機の性能に悪影響を与える。また、高体格の変化は重心や空力中心が移動する事態も発生するため、その検討も必要となる。黎明期に翼根を前後に移動させる方法が用いられたのも、高体格の変化による重心や空力中心の 移動を抑制することが目的であったが、後日の操縦特性の変化を補正する手法の確率により重量増加が大きく構造が複雑となる胴体内レールを用いる方法は実用には至らず、主翼の根元付近にピボットを用いる方法が実用となった。機体重量が増大し、主翼に異なる抗体角をつけて飛行する回 -111、軍火片翼の具体的な研究は、 第二次世界大戦中のナチスドイツを短所としている。メピー戦1 0 1ジェット戦闘機が研究されていたが、完成前に終戦となった。ただし、メピー戦1 0 1は、地上でのみ、抗体格を変化させることができた。この技術資料を入手したアメリカ合衆国は X-5 を開発した。X-5 は飛行中に抗体核を変化させることができ、 1951年に飛行試験にまでこぎつけている。実用機への動きは、まず、アメリカ海軍の艦上戦闘機で行われた。航空母艦への発着艦と擁撃を行うには、安定した低速飛行性能と加速、高速性能との両立が求められるためである。可変翼戦闘機、グラマン XF10 回が1952年5月に、 初飛行したが、気候の複雑性による重量課題、低整備性があり、ジェットエンジンが非力であったことも手伝い、実用化話されなかった。特に抗体核の変化により、操縦特性が変化するため、非常に操縦がやりにくい機体になってしまったのが、一番の難点であった。初の実用機は、アメリカの F-111 である、 前述の操縦性の問題について、コントロール増強システムを付加することによって、コンピュータ制御によって、操縦特性を補正する手法が確立したことによるものである。解 -111 は1960。解 -111 は、アメリカ海軍向け艦載機型も開発されたが、ここでも重量課題を理由に採用されなかった。ソビエト連邦でもス -7 の主翼の中ほどに、 ピボットを設けたスマイナス17が開発され、1969年に初飛行している。特にツポレフは、可変翼の爆撃機を多数設計している。その後、アメリカの B 1、ヨーロッパのトーネード IDS、トーネード ADV、ソ連のミグマス23、スマイナス24、スマイナス160などが実用化された。民間機では、 ボーイング2707の開発段階で検討されたが、後にデルタ翼の計画となり、それも実用化されなかった。アメリカ海軍の F-14 戦闘機の可変翼は特に優れたものである。初期の可変翼機が巡航時に手動で交代角度を変更するものなのに対して、海 -14 はコンピューターによる自動制御を行っている。 このため単なる低速時や離着陸時にとどまらず、旋回時にも主翼の交代格を小さくし翼幅を広げて、これにより高い旋回性能を得ている。しかしながら、可変翼の採用は1960年代後半から70年代にかけての短期間の流行で終わった。それらは以下の理由による。その一方九百九十年代以降はスーパークルーズ性能が 新たに着目されるようになった。エンジンをカイ、回 110GE-400 に換装したカイ -14。戦闘機は、ごく短時間であるが、アフターバーナーなしで音速を突破可能であり、このため、スーパークルーズを達成するための手法としても、可変翼は有利ではないかと言われたこともある。しかしながら、二 -22 や u 二2 3は強力で、高速向きのエンジンによって、 スーパークルーズを達成し、結局可変翼が帰り見られることはなかった。海 -22 の関西機型には可変翼の採用が検討されたものの、実現はなされなかった。アメリカ航空宇宙局 AD-1 これまでに実用化されたのは両翼に交代格をつける可変翼だが他の形態の可変翼も考えられる。構造を簡易化するために、 斜め翼を可変翼化した翼も研究された。実用化された可変翼機は左右対称に翼平面型を変化させるためにピボットを2箇所有している。オブリーク翼ではピボットを1箇所にすることにより気候を簡易化し重量軽減を図った。この気候では片方が後退翼の時にもう片方が全身翼となり左右非対称の形状となる。 アメリカ航空宇宙局ドライデン飛行研究センターで無人実験機、さらに1979年有人実験機 AD-1 が作られ1982年にかけて79回の実験飛行が行われた。軍用実用機や商用機の例はまだない。AD-1 はバートルータン設計で異形の航空機の多い彼の設計の中でも特に 異色な部類に入るうちの一機である。他に、無人機として、計画段階で終わったとされる、ノースロップグラマンスイッチブレードがある。操縦打面や、全遊動翼、またフラップやスポイラー等の、軽微な変形と特性の一時的な変化を、目的としたものは含まない。主翼以外の例として、スマイナス144のカナードがあるが、同機について、可変翼とする言及はあまり見られない。 ありがとうございます。